ントは、まあ、抜いて。まあ、ちょっと短めだけどね、今日はね。刺してきますね。どういう刺し方、好きに刺して。こう刺してくる。うん、ね。こう刺してくるのが大体平均多いですよね。だこう刺してくる場合は、こっちに。ね。それ取らないと、これ取っとかないと、これで切るんですよね。みんな。担当取りたくさんあるんですよね。いっぱい見てきましたけど、みんな危険なんですよね。僕はだから担当とできるだけ教えたくないんですよね。っていうのは、こうやってカバーやって、こんなんやっても自分で切ってしまうっていう事故がいっぱいあります。ないほどやっぱりちょっと危険なのないんですよね。だから、どうしてもやむを得ないときは裏から、まず回る。回って、ここの喉元ね、これ見てください。喉元も行ってるんですよ、実は。ね。ね。あえて殺しに来てるわけだから。こっちは喉元行った後で倒した上でこれ持ってくださいな。安心せんし。安心のためにね。ね、持ってこれを外して、この人は自分で刺してくれるわけですよ。指紋つけへんから。これの場合ね、こう上から来た場合とかは結構使えるんですよね、上げ受けとかは。でもこれも刃渡りによっては、非常に危険な行為なんですよね。こういう場合どうするかというと、こういう場合はもう確実に金的と一緒に入っていくんですね。脇をもう金的入ってるんですよ。これ。ほんで、ここもありがたいことに、この膝があるから、かけてくれるからね。ね、まだ死んでなかったんで、もう一発、なんか、お土産に。あらっていう感じですね。いろんな方向で切ってきても、その技の流用っていうのをしていくと、必ず、防御できますから。